ねえねえ、ターボチャージャーちゃん、どうしたんだ、自然吸気ちゃん。新型フェアレディ Z の外観デザインってどう思う？ああ、自然吸気ちゃんもしかして、新型フェアレディ Z の外観デザインがあんまり好みではないんじゃないか。実はそうなんだよね。どうしてわかったの？新型フェアレディ Z の外観デザインは賛否両論あるからな。見た目が好みじゃないのは、自然吸気ちゃんだけではない。そっか？私がずれてるわけじゃないのか。それならよかったー。ちょっと安心したよ。まったく、このデザインの良さがわからないとは。あ、ターボチャージャーちゃんは好みなんだね。新しさと懐かしさが融合していて、私は好きだ。懐かしさ、新型フェアレディ Z の外観デザインには、歴代、Z の衣装が散りばめられている。わかりやすい部分で言うと、テールランプ、新型フェアレディ Z のテールランプの衣装は、4代目モデル、Z32型をモチーフにしている。確かに、言われてみると Z32型っぽいかも。さすが日産、車好きを楽しませてくれるなぁ。おや、もしかしてフロントマスクも。察しが良いな。新型フェアレディ Z のフロントマスクは、初代モデル、S30型とよく似たデザインを採用している。ふーん、歴代、Z のデザインをオマージュしつつも、先進性を感じさせる衣装を取り入れてるって感じか。っていうか、ちょっと待って、前回やった S30型に関する解説、途中で終わってるんですけど、おっと、そういえばそうだったな。茶番はここまでにして、今回は初代フェアレディ Z、S30型に関する解説の続きをやっていくことにしよう。今回の動画は S30型解説の後編だよ。まだ前編を視聴していないよっていう人は、この動画の概要欄に URL を貼ってるから、ぜひそちらからチェックしてみてね。まずは S30型の概要を簡単に紹介したいと思う。S30型は1969年から1978年にかけて販売された、日産が世界に誇る3ドアファストバッククーペだ。結構長い期間販売されてたんだよね。どういうコンセプトで開発されたんだっけ？ S30型は、フェアレディ Z の父、と呼ばれる片山豊氏、そして、デザインと商品企画を担当した松尾義彦氏、この二人なくして、この世に誕生していなかったんだ。そういえばそうだったね。片山氏と松尾氏が S30型を開発する上で重点を置いたもの、それが欧州勢のスポーツカーに迫るデザインとスペック、そして、当時のスポーツカーには備わっていない日常性だ。S30型が本格的なスポーツカーである以上、デザインとスペックが大切なのはわかるけど、日常性っていうのは具体的に言うと何なの？言い換えると、快適性、実用性などになるな。S30型の生みの親である二人、特に片山氏の方は、スポーツカーといえども長距離移動が快適で、多くの荷物が積載できるべきだと考えていた。確かに、スポーツカーに乗ってるからといって、いつでもやる気満々で運転するわけじゃないしね。それに、当時は今ほど車が普及してないだろうし、セカンドカーなんて概念も根付いてないわけだから、一台で何でもこなせる懐の深さは必要だと思うよ。日常性に通じるものとして、信頼性も重要視していた。S30型は設計を限りなくシンプルにすることで、故障しにくく、万が一壊れても整備しやすい。つまり、信頼性が高い車に仕上がっていたんだが、これが、車は自分で整備、修理する、という、北米ユーザーの考え方に見事に合致したんだ。信頼性か、それも確かに大切な要素だよね。デザイン、スペック、そして日常性、この3要素を高い次元でまとめ上げることは困難を極めた。前回の動画でも開発したように、当時の日産車内において、スポーツカー開発部署は他の部署に比べて冷遇されていた。片山氏はそんな開発陣に対して、Z 機を送ったんだ。初めて聞くけど、Z 機って何なの？もともとは船同士が連絡を取り合う手段の一つだが、日本では、Z 機を掲げる、という慣用句があるように、熾烈な戦いに挑むとき、勝利を祈願して用いられる。つまり、片山氏は激励の意味を込めて、開発陣に、Z 機を送ったというわけだ。そうだ。頑張れ。のメッセージとともにな。実は、フェアレディ Z の、Z、という文字は、このエピソードが由来になっているんだぜ。まさかそんな理由だったなんて。そして、1969年、初代フェアレディ Z は誕生した。デザイン、スペック、日常性を高い次元でまとめ上げて、競合車種よりもはるかにリーズナブルな価格設定を実現。社名通り、Z、究極、のスポーツカーになったんだ。すげえ、めちゃくちゃロマンを感じる。S30型の開発経緯は前回の動画で解説した通りだ。北米市場を中心にその人気が爆発した S30型は、
世界販売台数が55万台以上、日本だけでも8万台以上と、スポーツカーとしては異例の大ヒットモデルとなった。約9年もの長きにわたって販売され、生産終了となる。販売期間が長いとはいえ、たった1台で55万台か。スポーツカーの販売台数としてはとんでもないよね。日本が世界に誇れる伝説のスポーツカーだと思うよ。日本向けに販売された S30 型は発売当初、Z、ZL、Z432 の3グレード展開だった。それぞれ、どういった違いがあるの？ Z はベースグレードで、ZL が最量販仕様。Z432 は日本市場1000倍の最上級グレードで、モータースポーツ系の参戦を意識したモデルだ。より速さを追求したグレードが、Z432、なんだね。ああ、Z と ZL に搭載されたエンジンは、2.0 リットル、直列6気筒 SOHC 自然吸気エンジンの L20 型で、Z432 の心臓はハコスカ GTR にも搭載されている、2.0 リットル、直列6気筒 DOHC 自然吸気エンジンの S20 型だ。ハコスカ GTR のエンジンを搭載、こりゃ本格的なレースモデルだぞ。自然吸気ちゃんの言う通り、Z432 は、日産におけるスポーツフラッグシップで、レースで勝利するためのモデルだった。しかし、蓋を開けてみると、Z432 の速さは、ハコスカ GTR ほど圧倒的ではなかったため、発売から約2年が経過した1971年、日産は S30 型に輸出用 2.4 リットルエンジンの搭載を決断する。さらなるパワーアップを目論んだわけだ。排気量 400cc アップだから、速くなるね。L24 型と呼ばれるこのエンジンは、北米仕様の S30 型に搭載されているもので、L20 型と同じ直列6気筒 SOHC 自然吸気だが、低速からしっかりと太いトルクが発生する。当然、S20 型よりも優れてるんでしょ？いや、実はノーマル時のパワーは S20 型の方が上だ。レースチューンが施された S20 型に対して L24 型は、排気量こそ大きいがあくまで実用エンジンだからな。あや、せっかくエンジンを乗せ替えたのに、それならなんで S20 型から L24 型に変更したの？ L24 型はチューニングした時の伸びしろが大きかった。また、大排気量でトルクが太く、扱いやすかったんだ。ということは、レースでは活躍できたんだね。この L24 型は、Z432 に相当するグレードだけではなく、Z や ZL など量販仕様にも設定されることになる。したがって、2.0 リットルエンジンを搭載する、Z、ZL、Z432、2.4 リットルの、240Z、240ZL、240ZG、といった感じで、排気量が異なるグレードが併売されるようになったんだ。240Z?240ZL はわかるんだけど、240ZG はどういうグレードなの？ 240ZG の最大の特徴は外観デザインだ。その他のグレードとは差別化が図られている。へぇ、どんな見た目なんだろう。240ZG について解説を進めていく前に、まずは S30 型の外観デザインを見ていこう。2.0 リットルエンジンの Z、ZL、Z432 と、240Z?240ZL の外観デザインだね。S30 型は3ドアのファストバッククーペで、古典的なロングノーズ、ショートデッキだ。前身となったフェアレディはオープンカーだけど、S30 型はクローズドボディを採用しているんだね。ああ、片山氏は高い快適性、実用性を実現するために、S30 型はクローズドボディにするべきだと考えていた。走りの性能においても有利だしね。デザイナーは松尾さんだったっけ？厳密には、松尾氏と同じデザインスタジオに属していた、吉田文雄氏のファストバッククーペ案をベースにして、松尾氏のフロントマスク案を組み合わせた形、だそうだ。ちなみに、松尾氏も S30 型はオープンボディではなく、クローズドボディで開発を進めるべきだと考えていて、クローズドボディのクレイモデルまで制作していた。帰国時にそれを見た片山氏がゴーサインを出して、クローズドボディで開発を進めることになったんだ。でも、この幽霊な外観デザインを見ると、クローズドボディは正解だったと思うよ。伸びやかで美しくて、かっこよすぎる。前回の動画でも言ったが、S30 型の外観デザインは、ジャガー、E タイプがベンチマークとなっている。当時から世界一美しい車って言われていたんだよね。確かに、その評価が高い理由はよくわかるけど、国産スポーツカーの S30 型だって負けてないよね。スポーツカーらしさを最大限に追求して、フロントノーズをとにかく低く抑えている。
しかし、この低さでは直力エンジンが収まりきらず、泣く泣くボンネットにパワーバルジを設けたそうだ。低さを演出する上でネガとなるパワーバルジだが、いざ発売してみると、思いのほか好評だったらしく、今や、Z らしさを表現する手法の一つになった。低さを売りにするなら握手なんだろうけど、見るからにパワフル感が出てかっこいいよね。丸型ヘッドライトにスクエア形状のフロントグリル、逆スラントノーズは当時の王道デザインだと言える。唯一無二のデザイン、とは言えないけど、少なくとも今の時代だとありえないよね。発売してから50年以上が経過した現在も、かっこよく見えるってすごいよな。サイド周りはコンパクトなキャビンと、緩やかに傾斜する C ピラーが特徴的だな。うん、これぞスポーツカーって感じ。リア周りも比較的シンプルな造形をしている。スクエア形状のテールランプは上下2段式で、広範囲にわたってブラックアウトされているぞ。シンプルなんだけど、とても個性があるね。リア周りに厚みがないのが旧車っぽくて良き。当時販売されていた国内外のスポーツカーと比較しても、負けず劣らずの外観デザインを実現している S30 型だが、これを安価な価格で提供していたのが何よりもすごいな。それだよな。日産も初心に帰って、200万円くらいで、スポーツカーを販売してくれないかな。無茶よなよ。だって、私も新車のスポーツカー乗りたいもん。さて、次は、240ZG の外観デザインだ。他のグレードとは差別化されてるんだったね。具体的には、どんなところが違っているの？一目見ればすぐにわかるぜ。これは、どこが違うの？嘘だろ。あ、よく見ると顔つきに違いがある。その通りだ。240ZG のフロントマスクには、通称、G ノーズ、グランドノーズ、と呼ばれる、エアロダイナノーズが装着されているんだ。普通の S30 型でも相当ロングノーズなのに、こっちはさらにロングノーズになってる。フロントバンパーの形状にも違いがあるね。ああ、さらにはヘッドライトにも、クリアカバーが装着されているぞ。本当だ、空力性能を高めてるのかな？そうだ、先鋭的なフロントノーズに仕上げることで、空力性能の向上とスマートな顔つきを実現している。また、前後オーバーフェンダー化されたことで、迫力満点のボディになっているのもポイントだ。いい意味で後付け感満載だ。240ZG って標準の S30 型と比べて、ボディサイズも大きくなってるよね。標準の S30 型のボディサイズは、全長 4115mm、全幅 1630mm、全高 1290mm、ホイールベースは 2305mm となっている。それに対して、240ZG のボディサイズは、全長 4305mm、全幅 1690mm、全高 1285mm と、全長と全幅を拡大、全高は 5mm 低くなった。ふむふむ、結構変わってるのか。当然、タイヤもアップグレードされている。S30 型って内装デザインはどんな感じなの？インパネ中央に3連式のメーターが備わった、スポーティーな内装デザインを採用している。内装、めちゃくちゃかっこいい。ああ、ドライバーをやる気にさせるデザインだよな。細身のステアリングホイールの奥には台形メーター、スピードメーターとタコメーターが配置されている。それじゃ、三連メーターは何なの？三連メーターは、時計、電流、燃料、水温、油温、だ。外観デザインと同じく全体的にシンプルではあるが、立体感のあるインパネ形状で、相当に凝っているな。レーシーで素敵だと思います。1973年、S30 型はマイナーチェンジを実施する。内容は排ガス規制適合と、内外装の衣装変更だ。あんまり大きな改良ではなさそうだね。そうだな。ただし公害問題やガソリン高騰などの影響で、Z43 や 240Z シリーズが生産終了してしまった。どっちも魅力的なのにどうして Z43 に関してはそもそも 240Z シリーズが登場した時点でそれほど売れなくなっていたらしい。でも、その、240Z シリーズも生産終了でしょ。そうだ、理由に関してはさっき言った通りだな。スポーツカーとして異例の大ヒットを記録した S30 型は、年を追うごとにバリエーションが豊富になっていたが、ここに来て、Z と ZL に整理されることになった。せっかく人気なのに残念だな。1974年、S30 型に4人乗り使用車、2x2 が追加された。S30 型の魅力である実用性を高めたいアップデートだ。S30 型に4人乗るなんて、めっちゃ狭そう。2x2 は全長を 310mm 拡大しているから問題ない。ホイールベースも 2605mm に延長されているんだぞ。後部座席を取って付けただけじゃないのか。同年、
輸出使用車のエンジンが L24 型から、L26 型、2.6 リットルエンジンに変更されたんだ。日本向けに L26 型エンジンは設定されなかったの。260Z として発売を予定していたそうだが、オイルショックの影響などで発売中止となった。それは残念だ。一応、当時右側通行だった沖縄のみ販売していた、日本使用車ではなく、輸出使用車ではあったが、後年、S30 型を購入してレストアするタイミングで、エンジンを L26 型に乗せ替えるのが定番化している。排気量が 2.0 リットルから 2.6 リットルになるわけだから、走りも相当パワフルになるんだろうな。車体も軽量だろうし、運転してみたい。1975年、排ガス規制がさらに厳しくなったため、エンジンがインジェクション式に変更されている。また、輸出使用車のエンジンが 2.8 リットルに拡大された。さらに排気量アップしたの。3.0 リットルの大台が目前に迫ってるね。1976年、S30 型最後の年次改良が実施された。いよいよモデル末期か。発売したの1969年だしね。1976年は、ZL をベースに、パワーウィンドウなど、快適装備を充実化させた上級グレード、ZT が登場。これで、Z、ZL、ZT の3グレード展開となった。Z432 とか、240Z とは方向性が少し異なるね。S30 型は年々 GT カー要素が増していったんだ。片山氏や松尾氏が開発当初に思い描いていた、究極のスポーツカーに近づけていったんだろう。確かに、デザインに関してはあまり変わってないけど、スペックと日常性はどんどんレベルアップしてるもん。GT カー志向を高めているフェアレディ Z は、比較的最近のモデルだけだと思ってたけど、別にそういうわけでもなかったんだね。勉強になりました。そして、1978年、2代目モデル、S130 型にバトンタッチして、S30 型は約9年の販売期間に終止符を打った。お疲れ様ですっく。さて、最後に S30 型のスペックを解説するぞ。日本使用車が搭載していたエンジンは3種類ある。一つが L20 型、2.0 リットル直列6気筒 SOHC 自然吸気。最初から最後まで搭載されていたエンジンだね。それゆえに、頻繁に改良が施されていた印象だよ。そうだ、発売当初は SU ツインキャブ仕様で、最高出力115馬力、最大トルク 16.5kg だったが、後年はインジェクション仕様へと改良されて、最高出力130馬力、最大トルク 17.5kg となった。L20 型でも結構トルクあるじゃん。一応伝えておくが、これらの数値はグロス値だ。現在用いられているネット値と同じにするなよ。あ、そういえばそうだった。グロス値は実際の馬力、トルクよりも、2から3割増しで表記されてるんだっけか。次に、Z432 が搭載していた S20 型エンジン、L20 型と排気量は同じだが、DOHC 化されていて、最高出力は160馬力、最大トルクは 18.0kg だ。おお、レース用エンジンが元なだけあって、L20 型の馬力、トルクとは全然違うなぁ。気持ちの良い走りを楽しむことができそう。最後が、240Z、シリーズに搭載された L24 型、2.4 リットル、直列6気筒 SOHC 自然吸気エンジンで、最高出力150馬力、最大トルク 21.0kg だった。最高出力は S20 型を下回ってるけど、さすがにトルクは余裕いっぱいだね。駆動方式はもちろん FR、トランスミッションは4速5速 MT と3速 AT がある。へぇ、トランスミッションそんなに豊富なんだ。発売当初は MT のみで、翌年に3速 AT が追加された。ベースグレードの Z は4速 MT のみの設定で、ZL には5速 MT と3速 AT の2種類があったぞ。サスペンションも結構すごかったよね。サスペンション形式は前後ストラット式の独立懸架だ。世界初の別体式ロアーウィッシュボーンを採用するなど、本格的かつスポーツカーに最適な足回りを実現している。車両重量はどのくらいなの？グレードにもよるが、975kg から 1145kg だった。最高速度は 180km から 210km を叩き出す。50年以上も前に発売されたスポーツカーが、200km 以上で走るってとんでもないよな。確かに、ポルシェやジャガーの高性能スポーツカーに、負けず劣らずのスペックを実現してるだけはあるよね。片山氏や松尾氏をはじめとする開発陣の執念が生み出した、究極のスポーツカー、日産、初代フェアレディ Z、S30 型、未だなお世界中に大勢のファンが存在する名車中の名車だ。本当に素晴らしいスポーツカーだと思うよ。デザイン、スペック、日常性、
そして安価な価格、魅力的すぎる要素がぎゅっと凝縮されてるよね。ああ、世界的に知名度が高いスポーツカーのため、中古車市場では一般人並みだめの価格で流通している。めちゃくちゃ高いんだっけ？ああ、もちろん車体の程度にも左右されるんだが、新型フェアレディ Z が2台購入できるレベルだぞ。いや、下手をすれば3台購入できるかもしれないな。こりゃ一般人並みだめだわ。まあ、それだけ希少価値の高いスポーツカーってことだ。名車中の名車だもんね。街中で見かけた際はしっかりとその目に焼き付けておけ。本来は博物館での展示が当たり前の骨董品なんだからな。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思う。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。